皆様おはようございます。高市早苗でございます。本日はボストングローバルフォーラムジャパン主催の第3回心臓安倍イニシアティブカンファレンスが盛大に開催されますことを心よりお喜びを申し上げます。本日は国会審議のためご一緒することが叶いませんが、私の代理として中山康秀先生にご出席をいただいております。生成 AI をめぐる技術革新は生産性の向上や、労働力不足の解消など、さまざまなメリットをもたらす一方で、偽情報の拡散など、深刻なリスクも、存在しております。日本では先月 AI の安全性の評価手法などを検討する、機関としまして AI セーフティーインスティテュートを設立いたしました。また来月には AI 事業者が守るべき項目を盛り込んだ AI 事業者ガイドラインが公表される予定でございます。ツワン CEO をはじめボストングローバルフォーラムの皆様の長年にわたるご貢献に心より敬意を表します。そしてボストングローバルフォーラムのますますのご発展と本日ご臨席の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。ありがとうございました。